今度ちょょっとグレーのテレさん呼びましょうあ<ら>いやでもね函館にねスタジオを作ったんですよ。え、うん、音楽スタジオ兼なんか泊まれるところ撮、はい、らせてもらったことあってあらそうですか。はあ、しかもあの人ほんとお茶目めだから拓郎、ええええ、さんと二人で、はいはい、北海道のテレビ局の何十周年かのイベントで函館でなんかこう撮影をする二人で,、はい、でそのための多分「ハウエバーかなんかの音源を ちょうどレコーディングしてたんですよ。そのためのその放送に合わせてまた合わせてそのそうサイレコっていうかなんかそのそのショートバージョンみたいなの新たにそこのまあ要はテルさんのスタジオだからはい、はい、グレーって他にもスタジオ持ってるんだけどはい、はい、テルさんの作ったものだからボーカルに完全に特化してるスタジオなのけ。<ー>いやだから僕はギターとかねベースとかドラムスとか普通あるじゃん。うん、何にでも使えるスタジオ。うん っていうレコーディングスタジオはあるんだけどそれ普通じゃないですかでも要は一流のボーカリストが設計をしたスタジオなわけなもうそこでテルさんがちょうどレコーディングをしてた時に僕は泊まりに行ったというか遊びに行ったんですよそしたら僕タカボンって言われてるんですけどタカボン 歌うって言われてえっうてそのすごいボーカルに特化したスタジオで歌ってみるかと本人の目の前でしかもエンジニアもいるしプロのうん一流のエンジニアがいるからこんな機会なかなかないから歌ってみればって言われてえっつって超一流の目の前でそう歌ってみたらめっちゃ気持ちよかったへえんか音の響きとかが違うんですかボーカルが一番気持ちいい ボーカルーっ,てーっていうようなやつですそしたらうちのねマネージャーいるじゃん、はい、あいつ「チャーボー」って言われてるんですけど「はい、あのチャーボーも歌ってみれば?」って言われて「いや僕はいいですよ僕はいいですよ」僕はいいですよって言いながら、はい ううねうねしながらスタジオ入っていってめっちゃ気持ちよさそうに歌ってました、はあ、それはそのマイクを通して届く音なんですかそれでもその部屋で反響してる音がすごいってことですかああだから部屋で歌ってる時にめちゃくちゃ気持ちいいの、うん、へえ行ってみないと分かんないいやーこれは本当ボーカルに特化したスタジオって<当>こんな気持ちいいんだと思って,ってね当然作ってらっしゃるでしょうからね 堀さん、ね、カラオケの原体験ってい,いつでだから演歌それこそ吉幾三さんが出るちょっと前ぐらいに、うん、あんな感じのアップテンポの歌があったのよ小学校低学年ぐらいの時に演歌で演歌で、うん、まあちょっと忘れちゃったんだけど「北酒場」とかあの時代です、うん、はいはいはいその曲とかを うちの家って田舎だから、うん、リビングじゃなくて、うん、宴会場みたいな床の間っていうんですかね。うん、<laughs> があって、なんか知らないけど、うちの母親の会社の人が、はい。夜、宴会をしに来るんですよ。はいはい。 でなんか20人ぐらいで来てあそういうシチュエーションあったあったでしょうん今多分50代ぐらいにうんうんって言ってると思うんですけど家にさうちのじゃないんだけどさそのメンバーが「チトラ」のカラオケ持ってきたのよそれを持ってきて歌ったのが原体験ですよへえカラオケのだから「チトラ」だからんか8曲ぐらい入ってんだよねそうですねねってるさんがボーカリストになったのもそれがきっかけなのよえ 原体験そここってことですかそう1個上だから彼ら、うん、ジロ君が俺と同じ年なんで、ねはい、でいやそしたらハチトラのカラオケの話になっていや <laughs> 実はテルさんってもともとねドラマーなのよ。<laughs> ほードラマーはだから拓郎、うん、さんとテルさんが同級生で、うん、でバンド最初に組んで中学校の時に、はい、最初テルさんドラマーなんですよ。はいはい、だけどある日家が裕福でレコーディングできるハチトラの 思ってたんですよそれに「うん、俺ちょっとさ歌ってみたんだけど」っつって、うん、その歌ったやつを持ってきたんですって「うん、テルめっちゃ歌うめえじゃん」みたいな。<ー>ってなってボーカリストになったんですよ。録音できる機会あってよかったですねそれね。いやいやいやだからすごい話だなと思って。ですね。うん あのハウェバーの話があったからはい、はい、グレーの話ーのだから最初ねタクロウさんとテルさんが小学校の同級生でドラマーからボーカルに転向した、はい、その後久志、うん、さんが入るんですよそう、はい、ギターの久、ね、志、えー、さん入る時が、はい、実はだから退番退番してた。 あの何,人か何組かのバンドのちょっと前にすっごいギタリストがいるいいバンドがあるから「拓郎さんあいつ絶対弾きに来たい」っつってちょったまたま前の組でバンドやってたから終わった演奏終わりに話しかけたんですって久志さんに。で久志さんのバンドが何だったっけなあの虫編にえっとねセミかセミだったかアリだったり ちょっと画数の多い感じがあるんですね、ね。そうそうそう。なんか、サソリだったかななんかそんな感じのバンドだったんですけど、あの、すいません。ハエの久さんですよね。ハエじゃねえよ確実にハエではなかったんですかね。だからわざとハエって言って、それで知り合って引き抜いたらしいです。へー。あ、アリだ、アリ。そう。本当はアリなの。そう。本当はアリ。アリだったのに、ハエですよね、つって。 ちきっかけではいだからその頃からでも久志さんとか打ち込みとかやってたんですよ PC88 とか持っててはい、はい、あそう僕も同じ世代だから堀江さんはねもうそれがもうある意味堀江さんたるゆえんですからね、うん、そうそうそう後々それでまあ IT の方へってことになりますからねで彼らは高校卒業して上京するんですけど一、はい、人だけあのドラマーが高戦に行っちゃって、うん、はいはい でも俺は高専やっぱりやめていくんだって言ったんだけど親に猛反対されて結局函館に残ることになっちゃってあとベーシストがいない状態になっちゃったんですよ。でそれでオーディションやったらそ,うそしたらベースはあんまり上手くないんだけど同じ函館出身の1つ年下の男の子ともう1人は本当割とこう年上であの割とこうキャリアがあってめちゃくちゃうまいんだけど。 ベースをこうやって,いてで上の方でね胸元でボディがあってって、ねうん、ななんて言ったらいいんだろうまあそういうスタイルもありますよそういうスタイルもあるけどロックとはちょっと違う感じの、ね、そう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 で,でやだけどめっちゃうまいな、はい、みたいな、はい、どうするってなっていやでもここは二郎君でしょう、うん、ってなって、うん、まだそこまでうまくなかったけど、はい がだって二郎さんめっちゃ下の方で弾きますもんねベースそうそうかっこいいよねストラップすっごい長めにしてすごい下の方でピ <laughs> ッキング奏法をしますけどねそうかっこいいですよでも入れたら彼にブッキングとかプロデュースが結構うまくてへ<ー>だ結構対バ,バンとかライブとは結構入るようになったらしいんですよ彼が入って。 それでグレーはできたっていうねいろいろ出会いが運命的なところがあるわけですね,ねそうなんですよやっぱバンドのこう成長ストーリー 長長く続くく続バンドの成長ストーリーリって面白くないですか、うん、そうですね、うん、でもその後もまたねあのエキスポってね、はい、あの20万人集めたライブやってで、ね、あ,っあのあと事務所とね揉めてねはい、はい、なのでまあテレビなんかの露出はだいぶ減りましたけれどもそれでももうずっと根、ね、強いファンの方に支えられて僕,、ね、僕初めて彼らのライブ見に行ったのが、はい、その地元なんですよ。 地元その辞ってこといいいやは函館あ函館はいはいうん、で行った時はまだ干されてて <laughs> 函館市民会館みたいなとこで,できなかったんですよライブ<ー>そういうのがあんのよんやっぱりたと隣の北杜市市民会館とかっていうところで900人ぐらいしか入んねえんだよへえ こんなちっちゃでの、あのグレーが、二十万人でやってたグレーが。あの二十万人でやってたグレーが、地元なのにもかかわらず、こんなところでやるんだみたいな。うん、でも彼はやっぱり粘ってね。うん。うん 本当に頑張ってっね今では大きい会場でのコンサート福岡だったらもうマリメッセクラスでライブしますね、うん、頑張ってねずっとかっこいいですもんだいやずっとかっこいいですよ、うん、本当に何度かあのライブ見に行きましたけど、うん、タクロウさんがねかっこつけるんですよすごいそう分かるそれがかっこいいんですよわかるわかる,かる <laughs> タクロウさんがねもうなんか多分普通だったら恥ずかしいぐらいかっこつけるんですよ <laughs> でもでもめちゃくちゃかっこいいんですそれが